いつもこの山が見ていてくれた。苦しかったこと、嬉しかったこと、時を共にし、いつでもじっと見守ってくれた。はい、ありがとうございます。はい、はい、どうもありがとうございます。ナディラの下の土、完全でいないと、あの辛み、風味、風合い、そういうものが出ない。なだらかな山からそよぐ風は、私たちにたくさんの喜びを運んできてくれる。でこれはツナカツ港の、お料理なんだな。何十年、何百年時を重ねても、小さい時はここで本当によく遊んだんですよ。この山はここで動かずに見守ってくれた。だから私たちもこの山のように変わらず文化を受け継いでいこう。なだらに抱かれる歴史の里、愛宕。